アレクサンドル・グラズノフの公共曲第6番派単調作品58は1896年に作曲された公共曲。演奏時間は約36分。グラズノフの残した八曲の公共曲の中でも第4番、第5番とともに創作力が充実した中期を飾る三部作として最もよく演奏される。グラズノフとしては珍しく、第2楽章が、 変奏曲、第三楽章が、感想曲という異例の構成をとっているのが、特徴である。楽譜は、ベラアー F 社から出版され、フェリックス・ブルーメンフェルトの兄である、作曲家、ピアニストのシニズムンド・ブルーメンフェルトに検定された。1897年2月8日、サンクトペテルブルクの貴族会館にて初演された。フルートさん、オーボエに、クラリネットさん、ファゴットに、 ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、チューバ、ティンパニ、バスドラム、シンバル、トライアングル、言語ブアダージョの助走を持つ、ソナタ形式。助走部分は4分の3拍子。低音源に悲壮な性格の主題が現れ、一旦高揚するが静かに終わる。この主題は、主部で表紙と速度を変えてそのまま、第一主題となる。序的な第二主題を経て、展開部は、 1> 第1主題を中心にチャイコフスキーのロメオとジュリエットを思わせるような劇的な盛り上がりを見せる。主題と7つの変装からなる。3部形式。クラリネットで奏される可愛らしい主題と中間部のワルツ風の主題からなる。第1楽章同様に助奏を持つ。2分の4拍子でいかつい感じの主題が弦楽器で奏される。続いて2分の3拍子で 祝典的な主題が、金冠に晴れがましく登場。楽器を変えながら発展する。4分の9秒子に、拍子は変わるが、祝典的な気分に変化はない。2分の4秒子、2分の2秒子と拍子が変わるごとに、祝典気分は盛り上がり、歓喜の中に全曲を終える。ナクソス版ライナーノートに従った。 日本国内の資料では、フェリックス・ブルーメンフェルトに検定されたとしているものが、多い、俗吉成、名曲辞典など、ありがとうございます。